帰れよ。じゃあいつ分かる、今分かるしかないじゃん。私プーチン大統領だよ。俺が男初のエリザベス女王をやったの。私俺男には負けへんでみたいな。言えへん言えへん、そんなん一切言うてないでしょ。私顔に書いてあるよ。分かってた、俺に気ぃ使わなくていいんだよ。でだから気ぃ使ってないし、ただ俺はリュウ君のそういう明るい姿、リュウ君になれたらとかリュウ君の明るい姿とか言わなくていいんだよ。気ぃ使わなくていいんだよ。自分に自信持てよ。いやだから自信っていうかさ、ちょっと海でも見に行きますか。うん。おばちゃんの顔をご無沙汰してます。初おばさん、千日前に劇場ができる。うちは大阪で。ここで何をしてるんかちゃんと言うてみ。うちお笑いしたおなって、まだまだ修行中やけど、いずれは女ピン芸人になろう思って。おなごのピン芸人、あんたそれできると思ってんのか。初意外に全開。カレーライスください。カレーはええな。いらんことしおらんわ。カレーは素材の味かしおるわ。大丈夫じゃない。もうそっち持ってかなきゃならない。私がいなかったらいいわけね。私がいなきゃならない。あった。私ここ25年いるからね。25年もいるんですか。そうだよ。ヘトムスブレ、え、ヘトムスブレ、人見知りって言ってんの。アマゾン黒染めやどこかい。お母様が亡くなったからっていつまでも悲しんでばかりいられないわ。近くにいたりするんですかね。あありえん、木村光介の人間でかような人間もありえん。そしたらですね、まず注意事項で言うと、昨晩9時以降何も食べてないね。食べてないね。ピザ食べたでしょ。おたくんとこ宅配行ったよ昨日。6年前かな。3年前よ。あ、そっか。3年やだ。3年前だ。ごめんなさい、私すぐ2かけちゃうの。書かないでくださいね。書かないです。書かないです。さあ、ということで今から東京タワーに登りたいと思います。素手で。何言っちゃってんだよ。でも家で今までいても家でもずっとコーチじゃん。体育館で練習終わっても家でもコーチ、コーチじゃん、コーチじゃん、コーチじゃん。コーチじゃない、ママとして喋ってんの今。違う、トーンがコーチじゃん。もうコーチだ。トーンがコーチじゃなくて、そういう言い方をするから言いたいでしょ。それはもうやめてよ。家でキャパオーバー。おかえりなさいませ。いらっしゃいませ。待ち娘、待ち娘、はい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 。暑いとか寒いとか言うの。今いらんねん温度。この子にちょっとやらせなきゃダメだし。今日は全部やれと言われてきてます。ここだけ一張るな。